君たち4人には今回もラウンド方式でサマイ中勝負をしてもらう。はい、制限時間やラウンド数はこれまでと同じ、はい、そして最終的に生き残った者が優勝だ。優勝者は出玉に応じた賞金を得ることができる。そして今回は水瀬と愉快な仲間たちということでこの4人に集まってもらった。はい、ということで一人一人意気込みの方を聞いていく。まずは水瀬美香。意気込みですか？いや、なんかその愉快な仲間たちっていうのを今日の朝知らされてどういうメンツなんだろうと思ったんですけど、さすがに水瀬とってなってるのに私が1回戦で脱落するわけにはいかないんで。そうですね、優勝します。忖度してよ。 OK です。はい、では続いてカオリキ。はい、射程その1カオリキです。皆さんの射程のおかげでドロップアウトに出ることができました。ありがとうございます。これからも一生皆さんについていきたいと思います。棒読みめちゃめちゃないでしょ。でもいやいや、ドロップアウト初よ。初なの？初初。そうなの？意外。そうなんですよ。だから私なんで呼ばれたんかなって思ったのよ。冒頭おばさんだからもう。冒頭おばさんなんでって思ったら、あ、そういうことかと思って。射程として。そうだよ、今日は射程として全力を尽くしていきたいと思います、うん、よろしくお願いします。はい、はい、では続いて川原みのり。はい、射程その2川原みのりです。まあドロップアウトは何度か出させていただいてるんですけれども、まあ未だ優勝したことはなくて、まあ今日また何回目で脱落するのかなっていうところではありますが、今日はまあ射程の名に恥じぬような勝負ができればいいなと思っておりますので、射程の名に恥じぬような。では最後たまちゃん。はい、射程の一番新しい子ですね。新人だね。よろしくお願いします。はい、新人なんですよ。新人射程で水瀬さんと実戦をするっていうことがないないんです。あ、じゃあ、そうなの？話しかけるタイミングとか知らないんだ。あ、知らない。それ大事だよ、大事だよ。怖い。そういうのダメだよ。ね、分かってなきゃダメだよ。じゃあ、そうそう、二人に今大丈夫かって確認をしつつ、うん、さっきこっち来る。こっち来る、うん、とりあえずこっち来てから行って行った方がいいですか？うん、まあ、確かに、ね、タイミング大事だから。大事そうですもんね、うんうん。まあ、でも基本的に私あの個人プレーというか、うん、結構一人で淡々と打ってるタイプだし、うん、まあ、ドロップアウトは基本的に一回戦で落ちてる記憶があるので、うん、まあ、一応最後までは残りたいんですけれども、まあ、一応その優勝した方 の、うん、あの、まあ、みんな大先輩なので、うん、まあ、多少でも出玉的に貢献はしてから帰りたいなと思ってますが、まあ、一応裏では優勝を目指して頑張りたいと思います、うん。ちなみにそのみなせんにこのタイミングで喋ったらダメとかあったりするのか？天井間際もうオーラで分かる。分かる分かる分かる。後ろから見たらすぐ、ああ今日違うって。あとやっぱり特化ゾーン中とか一番気合い入るタイミングで話しかけた時に失敗するとやっぱり飛び火くるんで、あ、まあ全部それはもう我々のせいなんで。そう、我々のせいなんで、我々のせいなんで。今話しかけてしまったがために突破できなくて申し訳ございません。そう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 、土下座案件で。いやもうそんなのないですよ。持ってますよ、持ってますからね。はい、射程歴みたいなの。射程歴は誰も射程じゃないですよ。私1分ぐらいですか？14年とか。そうですね、結構初期の頃からも射程やらせてもらってるんで。ベテランっすね。そうですね、だから、まあ、そうですね、もう15年ぐらいになるんじゃないかなと。長い長い、私はでも10年くらいですか。そんなに業界いた？いるいるいる、10年います。怖いね。割と最初の頃からね、うん、お世話になってるんで。やっぱ入った時にまず挨拶に行くのは、はい、ね、一応私の頭下げに行かなきゃいけない。そうですね、はい、はい、そんなことないね。お世話になってます。怖いわ。私はでも5年、4年、5年くらいですよね。あ、でもまあまあ、それで新人なの、ね、あの飲み仲間みたいな感じで出会って、でまあ、そこから今日初めてやっと仕事ができるので、まあ、射程としてはその短いんですけど、うん、一応水瀬さんのあれこれは知ってるつもりです。あれこれ、あれこれ、やめてよ。逆に含み持たせるの怖いよ。怖い怖い怖い。何言い出すか分かんないよ、うん、ちょっとやめて。水瀬的に可愛い射程は誰になるの？一番可愛い、可愛い射程、怖い怖い怖い。三択、三択ですね。可愛いってどういうことなんでしょう？可愛がってるというか、あ、やっぱ長いんで。ありがとうございます。やっぱそこか。しょうがない、長いんで。しょうがない。一番なんか気が利くというか、そんなこともあったり。気は利かないよね。いや、聞く聞く聞く、めっちゃ聞くよ。気は緑、あ、緑の方が気が利く。あれ、あ、ありがとうございます。で、あとたまちゃんのなんか、たまちゃんのなんかって何？え、だから気が利く。猫が可愛い、猫が可愛い。
私んちの猫が可愛いです。あ、猫、猫そう、猫仲間、猫仲間、そうだそうだそうだ、うんうん、たまちゃんは何だろう、だから癒しいいじゃない、猫含めて、猫含めて、昨日のなんか店員さんの注文する対応とかもすげえなと思ってずっと笑ってたんですけど本当それ酔っ払っただけじゃなくて全然全然飲む前に、うん、これって言ったのにあ、やっぱやめた、これ、それを何回もやった最初にね、見ないからどんどん店員仲間イライラしてやるんだね、決めてから呼んでっていうやつね。なるほど、まあ、楽しい話いっぱい聞けて面白かった、はい、大丈夫です、感情こもってないんですよ、うん、じゃあみんな特になんか言いたいこととかなければファーストラウンド始めるがいいか、はい、大丈夫か、ではファーストラウンドスタート、お願いします。ない。こっちか。こっちもバラエティーだ。だったー。これが一番マージャン物語4。よいしょ。私はバラエティーに直行です。ここニスロです。どこ？どこだ？いや、春日久々に行きたいなと思ってバラエティー2時台あるのを見つけてしまいまして、ちょっとファーストステージ3時間あるしなんとかなるんじゃないかなと思います。よいしょ、あったぞ、リセットしてたら熱いんだけどな、中央超負けるんすよね。で昨日結構回ってんな、逆に昨日まあまあ出てるっぽいからリセットしてるかもしれないね。これにしますわ。じゃあはい、中央王者の確定します。いや、番長3もマドカマギカ2も取られててメインどころが軒並みってなると、とりあえずもうちょっとオープニング取るから取っておきましょうか。それでは私はマドマドガッタリー4こちらで実戦解説します。まあとりあえず初戦突破はしたいですね。したことあったっけな、でもまあ決勝までは行ったことないっていう記憶は確かです。で一応まあバラエティに1台なんですけど、セットかかってそうですね。ユリクアナップ消えてます。よいしょ、あれ待って、あそうだね、ついたついた。で朝い以外だとユーリックナップ、消えたら一応まあ天国128ゲーム以内なんですけど、まあ、朝一だから、まあ、それは関係ないにしても一応、まあ、B 以上にいる可能性が B2 以上にいるのかと、あとは純粋にまあその128ゲーム以内、まあ、約 66% と当たりやすくなってるので、まあ一応ね朝一は狙う意味はあるかなっていうことで座ってます。チャンスアップがある。おい、これはいたんじゃない、ボタン出る、あー復活もないか。一応強いよ、演出的には310ゲーム連続いって、今でも13、4ゲームか。え、これはね、外したくないやつです、むしろ。ただチャンスアップがない。逆にこれが終わってまた演舞に戻るようだったらまあいいんですけど、ダメ？あ、でもボタンは一応出ました。でも強いボタンではない。いきます。よし、真っ白は熱いので当たりました。あ、326ゲーム投資が12,000円12本。まあこれでもう直 AT なので、
メダルが出てくるんですけど、大事なのジャンカウンターなんですよね。 AT 中も、ね、まだ全然止まってないから、んー、ちょっと厳しいかもしれない。とにかくレア役を引いて乗せてきます。マシュローにしよう。とにかくリリベを引け。あと来た。ダメかな。ダメだ。でも自力でレア役来ました。あー、着地。あー、バトルには行くね。で、一応 AT 中このジャンカウンター14なんで、マックス。よし、残り18枚だから、ちょっとここは勝たないとやばいかもしれない。ノーマル。強いな。復活がない限りは。でもまあ攻撃がちょっと強かったんで終わりですかね。で、しかもジャンカウンターも12。あー、13、150枚で、まあ終了しちゃってるんですけど、一応この後パトランランチャンスが 15% ぐらいかな、初当たり時あるかもしれないっていうのと、まあユリカナパもしかしたら切れるかもしれない。これがチャンスパターンね。結構でも引けるの、これは。あー、引けなかった。で、ランプも消えてない。ここまで来たら、あとは初代モードに行くかどうか。まあ行かないですね。1万2000円使っての150枚。まあ、もうこっからは天国、一応 66% ぐらい、期待ができるだけど、モードがまあ A にいるかもしれない。その場合はちょっとハマる可能性もあると。はい、それでは私は鈴宮春日の憂鬱から頑張りたいと思います。とりあえずファーストラウンドで土台を作りたいなと思ってるんで。これはね、どうせわかんないんで。あ、なんか知ってるぞ。ここじゃないんだけどな、でも。いや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 。違う。ここからね、エピソードステージ入った後に弾いてほしいんですよ。今の絶対反映なんかされないもんね。あ、でもなんか弾いてる。あ、すごい。普通に。ベルでした。うまい。いけるかもしれない。いや、ここからが全然進まない。星3つはね、ないようなもんですから本当に。お、でもちょっとチャンスアップ。おお、ないと思ってたけど。やりました。イエーイ。274ゲームです。投資7000円になります。よし、上手でした。ジェットライブ ART 突入です。よし、波に乗れるかどうかですね。お、いいよ。チャンス目。あー、ボタンが出ない。ハレハレチャンスから参ります。
多いな。5ゲームかな。5ゲームですね。基礎ゲーム5ゲームの、乾杯。お、乾杯。いいよ。ここから。いいよ、いいよ、いいよ。乾杯。おう。あー、終わらないで、終わらないで。終わっちゃった。かける10倍、50ゲームです。お、何者、何者だ。着チェリーだけど。おお、これは上乗せあるね。さすがに。はい、着チェリー、5ゲーム。これが、ハレハレチャンス入るといいんだけど。おお、やったまさかの着チェリーで。おお、ありがたい。で、ベース5ゲームになります。せめて去ってぐらいもらえると嬉しいんだけどな、うん、あ、いいねいいね。長戸だと終わるはない。お、中引いてる、嬉しい。彼氏様じゃない、どうもいい。3倍終わっちゃったけど、まあ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 いいでしょう。55ゲームありがたいです。あと3ゲーム、え、これラストゲームで入ったら一応ゲーム減算ストップか。あら、ダメか。あ、あ、逆走ミスしちゃった。よしよし、セーフ、頼む。よしよし、あと1回。 OK、 うまい、お上手です。5ゲームだけど、あ、でもこれがまさかハレハレチャンスに入らないけど、けどもう一回激闘ミッション行くんで。あー、一生リプレイを引いていたかった、残念。ほんの少し延命しただけです。おお、粘る本ですが補正もない、残念。お、え、お、あれ、これちょっといいよ設定。あれ、こう設定したかな。ここからアンコールチャレンジかな、あるんですね。はい、ナビが出た時点でほとんどないですけど、レア役ヒャワー違う、はい、残念。まあ良いでしょう、うん、ざっくり。ああ、おお、一気に全部溜まった、マックスすごい。え、なかなかやれるぞ、頑張れ閉鎖空間。閉鎖空間突入。本来閉鎖空間だいたい当たるもんなんですよ。さっき外しちゃったのが本当ダメダメすぎたぐらい。やばい、これはまた下手こいたな。ああ、今なんで、何考えて、あー、いけたいけた、おう、そうか、よかった、結果的によかった。当たりました、あ、50ゲーム早い、よかった。下手空間2回も落としたら、ちょっと春日打つ資格ないなと思って。
はい、行きます。そしてまた激闘ライブへ。これでプラスティックはいけるかな。はい、5ゲームか。おなんだ、なんか引いてる。おお、10倍ぐらい欲しい。乾杯かい。まだ早い。あ、まだまだ。オッケーオッケー。もう終わり？終わり？終わりだー、55ゲームちょっとまだ波には乗れてないから。乗れてないんだ、うん、大丈夫、もっと乗ってないから。お？もっと乗れてないというか大丈夫。あれなんだっけ、私はマージャンボールって言ったけど、まあ、みのり以外が何言ったか知らないから。あー、かおりさんがリゼロって言ってた。結果リゼロ。みなせさんがでもミカ姉がだいぶ使いそうなティッシュ打ってるから、へえ、1回戦は残れるかなって今ちょっと思ってる、うん、ちょっと見に行ってみる。うん、みなせさんもさすがにまだ天井まで行かないでしょ。あ、そう、まだ行かない。まだ行かないから多分見に行って OK だから、ね、ちょっと行ってくるね。あ、いやギリあるか。お、まだギリ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 激走ミッションのパターン来た。よし乗せろ。あれ、お、うまい。このゲーム腹腹いってくれると嬉しいんだけど。はい、ここから行きまーす。よし、よし、どっかで行け、とかぞ。うん、まあここでね、引いといて、ベル引いといて。はい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 、よし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 、うまい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 。5ゲームですけどね、うん、入らないけどね。はい、うん、いいよ、安心する。水色のナビ怪しいかな。あー、セーフセーフセーフ、大丈夫と思う。おい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 、ちま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 乗せてます。うん、はい、激闘ミッション。あー、さすがについに引いてしまいました。まあ20ゲームぐらいいけたかな。うん、118枚先ほどよりも振るわず。トコキャラなんで奇数しさか。引けばね。残念。はい、それでは実戦スタートします。一応まあリセットしてたら、あ、すいません、連想がまあ50% で599まで当たるんでっていうのと、あとレブ6連状態からのスタートが 25% で選ばれるんで、まあ美味しいんですけど、リセットしてたらね。ガックンはスパスパするか。あ、なんか宝箱みたいな。これはもうだって激アツエースですよね、昔の4号機の時から。これは
なんかあと20ゲームだ。あ、そっか、ボーナス、あ、ART、そっか、ダメですね。ボーナスいたら、まあ、天井意味ないですね。いいですね。ちょうど1枚でピッときました。そっか、リセットかどうかが分からなかった。でこれでニックね、集めんの下手なんだよな。ほらほらほら、よし、2個4個、よしよし、すごく1枚も食べちまえ。あー、あった。あー、ここで1個ですね。7個来たら、まあ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 、お、9個もう絶対行くやつ。この昨日もこれ打ったんですけど、重要モードミスったっていうか失敗したんですよね。入るんですよ、15モード。いや、チャンス目が、まあ、出現率が10分の1かなんかで上がってて、それの 20% か 25% で当たるんですけど、いや、何のために肉9個も貯めたの。やばっ。いけなかった。当たるわけない。ひどくないですか、マジで。これゼロはひどいな。え、出てる？全然出てなくて、みんなが何言ってるかまずはちょっと把握しとこうと思って。すごいスピードで入ってるから。すごいスピード入ってます。めっちゃ入ってるから。わかります。でもまあ出るときとか乗るときもすごい乗るんで、うん、間に合えばって感じですよね。わかりました。まあちょっとまだあの気持ち的に怒ってなくてよかったです。こんな早い時間から怒ってたらどうしようと思ったけど。大丈夫大丈夫、頑張ってください。一切出ないです。あ、今ついに何か引いた。あ、境地引きました。初の境地。うわ、こんなとこに7止まった。311総投資1万7000円ですね。いける。なあ、それで戻ることはないね。うん、大丈夫。今度こそ入れますから。こんなに当たんなかった。15号って、何それ。いや、40ゲームで1回もチャンス出ないとかクソすぎる。ほんとクソ。何これ、勝たせる気ないな、この台。はい、それでは1台目、リゼロを取りました。バイオハザード7を弟勝手に思ってたんですけど、設置なくて、でバイオハザード7の脳になってたんで、ちょっと突破をやりたいなというところで、スペックに出るリゼロ行きたいと思います。チャンスだ。チュー、いつ当たってもいいようにひとまずここのもう一個アイコン欲しいんですよね。885、あ、怖い。まあさすがにペテルギウス。そういえばリゼロの2機見てないや。ミート、いや大丈夫でしょ。
あれ？990 990。あと10。やった、あと10でよかったのに。複雑。パチンコで言うとこの U タイムあとちょっとだったのにパターンなんですよ。まあこれ入れちゃえばいいだけなんであれなんですけど、あと10は辛いって。プラスで考えよう。あと5じゃなかった。334ゲーム当たりました。総投資1万円ジャスト。アイコンは黄色1個。しんどいな。65ぐらい欲しい。57。はい、怖いですか？あ、力強いレムちゃん。あれ、耳半分、3分の1。クルシさん、ビルヘルムさん、よし、ひとまず一発一体目撃破。ミミ、俺絶望だ。2体目か。あ、でも苦しそうや。お、ビルヘルムさん、おお、あと1体まで来た。あれ、まあでも入んなきゃ意味ないですもんね。1体目で終わるのも一緒ですから。お願いします。まだだっためっちゃ力込めた。いきます。姉ちゃんお願い。さっきでもこれで大丈夫ですからね。あ、リカードさん、おお、からのクルシさん。いやー、なんとも。これはこれは、いやー、超嬉しい。57%でやれましたね。投資1万円で止まったんでありがたい。やった、楽しい。やっぱ突破型はね、突破できるとめちゃくちゃ楽しい。ありがとうございます。やった、全く期待していなかったんで 57% だけで。一体撃破もないし、ダメかと思ってたらいけました。やった、1000枚は出したいね。よし、最悪 AT 入らないで終わる可能性もあるなって思ってたんで、ひとまず入ってくれてよかった。いいね、エミリアしか出てこない。いいね、
おっぱい言ってくれるのありがたい。あ、いいよ。足。なんもいかんな。弱い。弱いな。55。60。足りない。駆け抜けそうですね。まあ入ったことに意味あるから。ゼロから足。お、いいよ。カットイン。おお、来たー。レインボー。一角。ありがたい。残り25ゲーム。はい、優勝です。早くない？え、だってこれで完走したら、あ、でも60だった。え、60だった。あー、ゼロからッシュが、まあ、でもリゼロってそっからみたいなとこあるじゃないですか、ね、まだ麻雀打ってんの？いやいや、まだっていうか打ち始めたばっかだからもうやめろみたいな空気出さないでくださいよ打ちたい打ちたい。いやでもちょっと勝ち上がるだろうな、これは。さすがに初戦はいけそうな匂いはするね。なのでみんながみんな出したら分からんけど。分かりました。2501枚。これ50再生うまくて、やっぱ50なんですね。あ、プチプチ、え、危ない。残り10ゲーム。終わりか終わりか終わりなのか終わりか。まあでもいい、十分十分。今首の皮がもう、あ、切れた。あ、首の皮が切れるところ。もうすぐお役ごめん。もう死んでんじゃん。それでは今からパーソナルの結果発表する。